各都道府県の取り扱いについては、あす専門家に諮った上で、決定をいたします。政府は夕方、北海道を含め、緊急事態宣言を来月20日まで延長する方針を決めました。すの専門家会議を経て正式に決定します 道は延長後も現在行っている対策を継続しますが、新たに道外からの往来を控えるよう協力を呼びかける考えです。今日道内では新型コロナウイルスに新たに570人が感染し、11人の死亡が確認されました。